ないと無理そうな道ですね、通るの。あと軽トラが。いけます？全然。ここまでは行ったんですか？来てないですか？謎のですね。あ、当然夏は無理だ。そうですね。いいですね。そこでみたいです。石をここでなんかそんな感じですね。よく鉱山とかで見るような感じの石。行きますかね。現在上がれるんかな。最後まで行ける？中へ入ったの行けるんか。いやどれなかな思うて今ちょっとビデオ撮り行こうかやって来たんだけど、まあ行ってみますわ。すんません。昔のあれですかね、道しるべですかね、なんかこの先になんかあるかもしれない。道しるべですね。札みたいなの火の用心って書いてあるんです。まだ道がありますね、上に。あ、なんかありますね、色が。シートがああ、そうですね。建物のあった。あ、そうですね。詰め所みたいな感じですかね、その当時の。ガードレールみたいなのがありますね。ガードレールみたいな。そうですね、なんかありますね。上ですね、間違いない。どうなんですか。そうですね、パーティーしたんですね。ちょっとこっちから僕の方おります、こっちからだいぶ登りますね。確かに。そうですね。なんかそんな感じの幅ですね。栄えてた。あ、ドラム缶とかありますね。ドラム缶、パイプ。なんかありますかね。ちょっと崩れてますね、だいぶ。跡があるわ。ああ、そうですね。電線ですね、これ。昔のやつですね。立ち入りロープかと思ったら、電線ですね。この上にもまだなんかあるってことですね。うわあ。さっきの方が言ったみたいになんか水たまりになってますね。うわ、木の根がバッと、なんか毛布みたいな感じだと思うけど、木の根がこんな感じ。中はね、あ、でもそんな多くあれか、深くない感じ。多分下になるのかな。多分水がいっぱいあって、多分そんなに長くはないかもしれない。こっちにも。こうやね、あのレールがあるって言ってましたね。あ、こっちも水たまりになってます。あ、貨車のこれですね、上から落ちてきたのかな。これは多分これって後なのか。そうですね。あ、もう何もないですね。ないです。お、タンクがありますね。ガスタンクですかね。湯沸かし湯沸かしタンク。あ、って書いてんだ。見えないな。製造年月54って書いてあります。5月って1954ってことですかね。ああ、まあそうですよね。思いますか。巣穴になってる。ああ、なるほど。お宿になってるわけですね。いや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 。上にもあるんですかね。鉱石ですか。おお、ああ、ちょっと特殊ですね。色が。もうちょっと厳しいですかね。表情はどの辺なんだよ。だいぶ上みたいですね。あの線が。線が。打っとる方だから。あ、下から上から落ちてきたんですね。大きいですね。ナショナル。トラックだとね。そうですね。ちょっと場所が違うのかもしれないですね。うわ、こんな山奥にも。こっから落ちてきた。あ、滑車が。すごいですね。これも昭和の初めてなんけど。これ以上はないかな。これは何ですかね、変電機みたいな。電光がかかる。なんだこれ。なんとかどう。空気圧縮機。昭和27年って書いてますね。コンクリで止めとるから、はい、ここでなんか稼働させて。石を下に下ろしとったんですかね。車は多分向こうだろうね。そうですね。ちょっと無理ですね。どうにしようか。見つけました。火薬って多分ダイナマイトのなんかあります。じゃあケンさんの知り合いの人がここを管理しとったみたいな感じなんですか。ああ、知り合いが。もうそれ結構だいぶ昔なんですか。ああ、なるほど。終わりです。ああ。この金山の関係ですかね。ああ。重量で言ったら、ええ、この山のちょっと100メートルほど行ったところがこうだなと思って。ああ、なるほど。だから関連があるもんじゃないかな思うんで。そうですよね。あの小屋も見たんですか？ああ、なんか外資がいっぱいあった。ああ、これ地図でいうとこれの奥だったんで、だからこれなんかこう持ってきて、あ、これトラックとかなんか、なるほど。一瞬で終わりますね。なんかこう上からこうなんかそう滑車でね、うん、受け止めて。で、下へこうなんかあるか、この上、なんかあったのかもしれないけど。そうですね。ポツンとこんな。これは外資は、もう天井は外資とあるか。ああ。電気は。あ、向こう側に道がという。あ、なんか発電みたいな感じですかね。ああ。光を動かすのに。なるほど。ヘルメットがええ、この向こうが金属アートになって、これ坑道が1個あるんですよ。ああ、本当ですよね。これ、ケンさん初めてですか？いや、この間ちらっと見たんですけど、こういう線路の、ああ、本当ですね。レールがあろう。本当ですね。埋めてますね。まあ、あれですよね、裏からもいけるってことですよね。向こうからだと多いですね。そうですね、上から流れてきたんでしょうね。この、はい。で、これがずっと上まで、ああ、切れてますね。ああ、なるほど。もう、ぶっ壊したんですね。車輪、うん、あ、ありますね、確かに。タイヤのと後ろに、隣に。ああ。ですよね。うん、ちょっと、これから、金山に、みたいな。前振りですね。ああ。自転車バイクですか。あ、ほんまですね。ホンダだろうか。どこしてるでしょう。珍しい。これがもう連絡用みたいな感じだったんですかね。くっついてますね。もう筒に帰ってくる。これタンクな。いきます？ダメです。あ、防犯登録はどんな感じなんですかね。岡山西って書いてますね。うん、岡山西。前回もね来た金鉱山なんですけど、なんとねいろいろ調べた結果まだこの上にもね実際あるらしくて、前回このちょっと上登ってからやめたんですけど、さらに上にあったみたいな。え？そうですね。かなり落ち葉となんか石が混じって。ないですね。ここは。多分あの奥だったと思うんですけど、ええ。ちょっと先行ってみますね。あ、でもきついっすねこれ。結構。え？そうですね。だいぶ傾斜が。うわ、確かにきついな。いいじゃん。足もね、かなり足は不安定なんで、落ち葉となんかごっつい岩がねゴロゴロしてて、なかなか思うように進まないです。あ、ケンさん見えました。車が、トラックがありました。ゆっくりでいいんで。あ、ありました。あんなところに1台のトラックが、結構ね急斜なんですけど、ここまで上がってきたのかな。多分その当時は綺麗な道だったと思うんですけど、なんかめちゃめちゃ寒いのにね、なんか超ガなのかな、いっぱいいますね。昔のトラックがあります。だいぶ劣化が激しいようで、ここの昭和の終わりぐらいで、この金鉱山1953年ぐらいのに製造された圧縮コンプレッサーかな、あったりしてるので、かなり長いというか、まあ、戦後からずっと続いていた金鉱山だと思うんですけど、まあ、それぐらいのあれなのかな。で、今ナンバープレート見たんですけど、見えるんですけど、岡っていうね、昔の表示ですね。はい、自家用って書いてます。到着しました。あ、豚見えた。結構急でしたね。これ中がもう下がもう見えてます。ドアも閉まってる。よし。いいですね。こっちにも続いてるみたいですけど、多分ここは多分あれじゃないですか、前行ったところに繋がっですよね。もしかしてこれは、ガスボンベでこっち側に火薬の前も以前もあった火薬の箱がまたあるんですけど、何も入ってないです。中入れるみたいです。坑道の中がこんな感じですけど、なんかキャンプした後塞がれてますね。え？そうですよね。こっちが正規の道だったんですかね、やっぱり。無理ですよね。冷蔵番号ちょっと見えないな。かりになるようなのはないですけど、かなり古いのかな。あ、ここにキャタピラの一部みたいな、見えますかね、ブルドーザーかなんか。でもこれでかいですね。これは戦車みたいな、戦車みたいなごっついキャタピラが、まあ、この戦後とかね、旧日本軍の戦車を改良して工事車両にしたっていうのもあるんですけど、結構でかいですね。今のなんかそういうキャタピラよりかはなんかすごい大きな、ね、感じがするんですけど、戦車みたいな感じです。こんな感じでちょっとリアルな行動の中に入れたっていうのはすごいなって思ったんですけど、大体以前も行ったところは水たまりになって中入れないとかそういう感じになってたんですけど、ここはね比較的まだ生きているけど、またその中はセメントでね封鎖しているっていう、状態でございました。でまだトラックがね残ってるっていう、またすごいなと思うんですけど、ナンバープレートもね「岡」って書いてもう昔のナンバープレートだったということです。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いします。